お願いします。はい、うん、じゃあどっからお金持ってくるのかっていうことで、これまあ一応 5年後のことを考えるってなった時に、もう一つだけ考えなきゃいけないことがあります。今の福山さんの職場は何歳まで今の給料をもらって働ける規定になってるんですか？規定はね、聞いたらね、その60だから下がるっていうのはないって店長が言った、僕の聞いてるのは何歳まで働けるんですかっていうことです。結構ね、もう65になってる方もね、来てますよ。まだもう一つ聞いていいですかね。はい、69歳まで働けますかね、その職場は。います、実際そういう人、今の時点で。どうですね、そこまでの人はまだ、いてない。何歳ぐらいの人が最高年齢でいます？何歳かね、朝の方が裏作業みたいな、裏方の人は結構年配の人いっぱいいますね。何歳ぐらいの人？大体でいいです。あのぐらい、65歳ぐらい、人ちゃう、以上、の人ちゃうかな。もしそういう仕事をするってなった時に、だいぶ給料って下がるんですか？そうでもないんじゃないです、ですよね。だって一緒ちゃうかなと思うんですけど、ね、だって今福山さんがしてる仕事って、福山さんのその才能とかそういうものを生かしてる仕事じゃないんで、普通の時給の仕事をしてますから、それが裏方に回ったからといって、必要以上に給料が下がるっていうことは僕はないんじゃないかなって思ってるんですよ。時間がね、短い人ばっかりだと思います。それは多分、自分でそうしてるんだと思うんですよ。しんどいから。わかりますよね。でも僕は常々言ってるように、それは福山さんも人間ですから自分が怪我したり病気したりっていうことはあるんですけど、一応それはちょっとそうなったらなったでなってから考えたらいいですから、働くって決めといてもらえます？働くんやって私はって、その方が自分に優しいんだっていうことを強く思っていただきたいということね。わかりますよね。でというかその年齢やったら、僕と福山さんって同じ年齢やけど、いや僕普通に多分働いてますから、5年後やったら、で10年後も多分働いてますよ、ね、なんていうかな、働く目的とかは違うかもしれないけど、多分働いてますから、それは一緒ですから、働いた方が絶対いいです、お金以外のことに関しても、言ってることわかりますね、これ働かないっていう思いが出てくると、働かなくなっちゃうんで、そうすると計算が合わなくなるんです、わかりますね、で自分が70歳になった時は、ちょっとその先はっていうのは今考えなくていいです、なんでかっていうと、変な意味じゃなくって、いやお母さんも年を取りますんでね、10年後ってなってきたら、だからあんまり先々考えてても、さほど意味がないんですね、こう取り越し苦労になって、波動が下がるだけですね、いやそれ長生きした方が絶対いいんですよ、絶対いいんやけど、なかなかね、そうなるとは限らないわけじゃないですか、でだからそういうのもやっぱりこうお金の計算するときっていうのはやっぱり人間って嫌なことも想像しなきゃいけないんですよね、で別に福山さんなんでわざわざ僕が言ってるかってね、福山さんってね、嫌なこととかマイナスのことを考えると、そういうことが起きるっていう洗脳にかかってるんで、起きませんから僕と一緒に話したら、いやそういうの考えてないから、そうなった時に困るんやから、僕と一緒にここで考えたら絶対大丈夫だから、マイナスのことも考えるんですよ、家帰って考えちゃダメですよ、うちの母親何歳まで生きとるんやろとか考えちゃダメですよ、波動下がるからね、わかりますね、
そういう悪いことを考えるときって、うん、嫌なこと、うん、怖いことを考えるときって絶対僕と一緒じゃないとダメですよ。わ、はい、かりますね。これだけは分かっておいてね、はい、じゃあ具体的に、はい、まあお金どっから持ってくるかっていうとね、うん、もう一箇所しかないです、うんうん、子供たちに、はい、精神的にも、うん、まあ、お金の貯金している部分でも、うん、子供たちにお金を少し多分、うん、精神的にも物質的にも用意してると思うんですよ、うん、まあ、なんていうか0円というそれも少し考えて自分の貯金も残してるじゃないですか、うん、言ってること分かりますよね、うん、例えば今あなたが持ってる貯金を子供のことを一切考えずに、うん、全部使い切ってくださいって言ったら多分できないんだと思うんですよ、うん、いやそれいいんですか、本当に子供本当にいらないんですかってなりますよね、うん、わかりますよね、はい、うん、さっきもちらっと言いましたよね、うん、子供が今からね、例えば、うん、ジョージョさんは結婚してますからお孫さんができるであるとか、うん、それとか、次女さんが結婚するであるとか、うん、ね、まあ、例えば、まあ、世間の人は何か出してたりもするじゃないですかとか、何、うん、か物を買ってあげたりとか、うん、まあ、例えば塾とかで応援したりとか、うん、部活とか、わかりますよね、うん、はい、やめます、うんうん、それは、はい、わかりますね、はい、うん、これやめて、うん、じゃあ娘たちのためにならないのかって言ったら、うん、なります、うんうん、わかりますね、うん、お金の協力ができないんで、うん、他の協力をします、うんうん、何のって言ったら、うん、優しい人になってください、うん、娘たちは、うん、福山さんの、はい、あなたにお金もらうより、はい、あなたの優しさをもらった方が、うん、幸せになれるんですよ、はいはい、あなたがあげなきゃいけないのは娘たちに、うん、はい、お金じゃないんです、はい、以前僕が会ったたびにお金あげてくださいね、うん、ね、はい、そして今もあげといてくださいね、あげてます、物を送ってくださいね、これもお金ですよね、はい、なんでって言ったらこれね、福山さんが優しくなれるまでのつなぎなんです、うん、いやお金あげな、全然疎遠になってる状態が一番ダメなわけですよ、はい、わかりますよね、はい、お金でつながって物でつながってる状態がまだマシなわけです、はい、一番いいのは優しさでつながってること、うん、子供たちから優しくされることは期待しないでくださいね、はい、自分が優しさをあげて相手が受け取ってくれたらそれでつながりができるということなんですよ、うん、これ精神論で言ってるんじゃないですよ、はい、優しくある程度でいいです、うん、ある程度慣れたら、うん、お金あげるのやめてくださいね、もう、はい、言ってる。今でもこれお金定期的には送ってないですよね、うん、送りではないです、うん、来た時に、ね、これってね、はい、ある意味コロナのいいところで、はい、会えなくなる。以前は会うと必ずお金あげてましたから、はい、うん、これコロナで会えなくなってるんで、うん、お金を、うん、まあ、あげないきっかけになるんですね、うんうん、僕は今の福山さんであれば、うん、もうお金をあげなくていいと思います、うん、帰ってきても、はい、うん、お金をあげる必要はないと思います、うん、なんでかって言ったらお金あげて、うん、あなた優しさもあげることできますかっていうことです、うん、自分に厳しくないですかっていうことです、うん、お金をあげないんだから、うん、ちょっと頑張って優しさをとか思うのが人間じゃないですか、うん、いいですよね、うん、これからお金をあげるのはやめてください、うん、あ、誕生日とか誕生日も物にしてください、うん、はい、うん、そしてお金をそこで作ります。例えば、うん、お金をあげるってなると、まあ、1万円とか誕生日とかあげてるんですかね、うんうん、5000円、5000円、ね、うん、まあ、長女と、うん、まあ、ものすごいぶっちゃけた話すると、うん、はい、今まで5000円あげてたんだったら、はい、ね、
3000円のものにして2000円そこでお金作ってくださいねっていうことです。わかりますよね。あのね、何でもかんでも節約したら貧乏症になるんですよ。相手のためになる節約をする必要があるんです。自分のためにもなって、それが今も今後子どもたちにあのお金をあげることはしない。わかりますね。お年玉なんかもなしですね。お年玉。子どもたちに対するお年玉はなしです。なしですか。物をあげてください。物をね。で当然その時に、あの親心をあんまり出さないでください。自分に優しくです。今あのお年玉で現金であげてたよりも、安い金額のものにしてください。わかりますね。そうすることによってお金は作っていかないと、お金はどっからも湧いてきませんよ。わかりますね。でまだ 4,5 年の余裕があるわけですから、すぐにそれを始めることによって、少しお金を増やしていきます。わかりますね。その代わり、何でもかんでも節約しないでくださいね。そうですよね。言ってることわかりますね。あのそこは本当にくれぐれも、まあ、そこに関しては今後もちょっと相談してもらった方がいいですよね。あのちょっと貧乏症の洗脳を受けてるんで、あのお金の節約をしだすと、なんかお金を使うのが惜しくなってしまうんですね。そうするともったいなっていう形になってきて、あの何買うにしても、例えば、毎日スーパーで買い物するにしても、毎日もったいないもったいないってなってくるんですよ。そうすると波動がどん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 下がっていきますから、今貯金ってできてるんですか？ある、もら主人から預かった分と自分の分と、分けてますよ。分けてるんですけど、あの、貯金は増やすことはできてるんですか？増やすこと、自分のは増えてるんだけど、いや自分のは増えてるんですね。はい、増えてます。増えてるんですね。はい、もうだいぶ増えてます。増えてますよね。あのもっと増やすんですよ。もっと増やすんですか？当たり前ですよ。それと、あの自分の母親には、今回のケースでは、自分のお金を使うことになりますよ。だから自分の貯金を増やしておかないとダメです。なぜならば、あなたの独夫は、どっからか金は持ってきますから、自分の親のためには、あなたの金を渡せとは言いませんから、その代わりあなたにお金を渡さないはずなんですよ。あのその給料以外の、わかりますよね。あの、福山さんが以前ね、もうちょっとくれるんかなとか、あのなんか、ディズニーよりも夢の世界に入ってた頃ね、もうそれはないですから、自分の貯金からそのお母さんの不足分は出すということになるということはもうほぼ決定ですよ、これで。そこはもう諦めてくださいね。そこを気にしてると波動が下がりますから。っていうことは、裏を返せば、そこから出していいように、今からの4年間で、本当の意味の無駄遣いはやめて、貯金増やしてくださいね。わかりますよね。そうですね。わかるね。はい。ちょっとだけ待ってくださいね。はい、あ、どうぞ。ちょっと待ってください。ちょっとね、途切れてしまいましたけど、最後に大事な話しますね。もちろん娘さんたちにもお金を、現金をやることっていうのはやめる、その代わりあの心のこもった、それが優しさになりますから、あの現金で優しさを表現するのは思ってる以上に難しいです、でものであれば、あの努力さえすれば、あの優しさは伝わると思いますから、あの福山さんだったらあの努力家なんで、それは僕はあのできるようになると思います。その代わり、今までだったら現金を渡してるというシーンが出てきますよね、今後娘に。その時には
おばあちゃんのことを話してください、うん、相手は大人ですから、うん、父親の悪口は言わないでください、うん、そしておばあちゃんから、ね、お金を預かって、うん、それであの年金と一緒に払ってたんだけど、うん、そのお金があの4年後に計算、お母さんが計算してる限り、うん、あの底をつくんで、うん、ちょっとお母さん頑張って、うん、あのお父さんとも協力してって言って、そこでちょっと保険かけといてください、うん、毒夫を信用しちゃダメなんですよ、うん、頑張って貯金せないかんから、うん、ちょっとあなたたちにも協力してもらいたいんだって言ってください、うん、何も私にお金を、うんうん、あの出せとは言わないから、おばあちゃんに、うんうんうん、お母さん頑張って貯金するから、うん、ね、もので許してねって言ってください、うんうんうん、本当のことを、うん、あの福山さんの場合はやっぱりこう、うん、なんていうかな、ある意味子供扱いしてるんで、うん、本当のことを僕多分今まであんまり聞いたことないんですけど、多分伝えてないんじゃないかなと思うんですよ、うん、娘2人に自分の母親の本当のこと、うん、それと娘2人にとって、うん、あなたにとってはもう一つの、 あの相手であったとしても、うん、彼女たちにとってはあの自分のおばあちゃんですよね、父親、あの、はい、自分の父親の親も、うんうん、はい、でその人のこともそこに関してはお金の話しなくていいですけど、うん、施設に入らないといけないかもしれないからっていう、うん、あのね、親ってね、子供のためっていうことで、はい、あのその家で起きてる本当のことというのを隠す傾向があるんですよ、うん、そうするとね、子供って分かんないんですよ、うんうんうん、そうするとなんで急にお母さんお金くれなくなったの、また変な風になったわって誤解されたらいけないんで、うんうんうん、そういう時、まあお年玉の時なんかなのかな、だからもうちょっとした時の苦が、うん、あのお年玉の時にお金あげないということになりますんでね、うん、そうですね、それとかその前に誕生日が来るのかな、まあお誕生日と、わかりますよね、はい、うん、だからもう時期説明せないかんということですよ。そうですね、それ別に取り繕う必要ないですよ、本当のことを教えればいいんだから、うんうん、はい、わかりますよね、うんうん、意識してもらえば、それで必ず言っておいてくださいね、うん、あなたたちに出して今のところ出してもらわなくても大丈夫だからって言っておいてください、うんうん、はい、あなたたちに出してもらわなくてもいいからって言わんといてください、うんうんうん、出してもらわないといけない時は来るかもしれませんから、うん、今はあなたたちに出してもらわなくても大丈夫だからって言ってます、うん、本当の話をすることによって、うん、ちゃんと親の、まあ、福山さんの、うん、あの愛情が伝わりますから、うん、あ、ちゃんと理由があるんだなって、うん、まあ、ちらっと思うかもしれませんけどね、うん、子供の時からそうやって説明してくれたらよかったのになみたいなね、うん、でも今からは必ず大事な時は説明をする、うん、それも嘘じゃなくて、あの、よかれと思う嘘がよろしくないです。わかりますよね。わ、はい、かりますね、はい、うん。何か今ここまでで、うん、なんかわからんことあります、納得できないことは山ほどあると思うんですけど、はい、あのこれはできそうにないっていうことってあります。今僕が言ったことで。ないですよね、はい、うん、まあ、長年福山さんを見てて、まあ、今僕が言ったことだったら、まあ、他の人よりもかなり福山さんだったらできるかなって思ったんで、はい、うん、これで、うん、多分僕はお金に困ることはないと思います、わ、はい、かりますよね、はい、うんうん、あのある意味お母さんも本当にすごく頑張ってくれて、うん、あのどん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 そのなんていうかな、こう、うん、すごいことを言う方もいらっしゃるんですよ、うん、もうここはどうやこうやとか本気で、うん、わかりますよね、はい、そういう方の相談にも乗ってきたんで今まで、はい、いやお母さんって、うん、あのそういうことまだ、ま、口では言いますよ、で福山さん真面目だからそれを真に受けてるだけであって、うん、いや本気じゃないですよ、うん、いやそれ本気で言う人もいるんですよ世の中には、はい、いやそれがないから、うん、あのお母さんもまあある意味
で頑張ってくれてるんで、うん、まあ今までの読影の分を返せるほどは僕は頑張ってくれてないと思いますけど、はい、まあ、あの頑張ってくれてるっていうことは自分の中では、うん、まあ、理解しておいた方がいいんじゃないかなって思うんで、はい、あの、うん、まあ、ある意味節約をしていくことになりますんで、うん、あの絶対間違います、うん、だから定期的にお金のことは今こんな感じでやってる、お金の額を僕なんかに言う必要はないんですよ、はい、あの先生だからあの、うん、20年の付き合いだからって言ってあの何でもかんでも僕を信用しちゃダメですからね、はい、練習しとかんとダメですよ、うん、僕でも疑うという、はい、わかりますね、はい、うん、僕で疑う、僕を疑う練習してたら人に騙されることないですから、はい、あの自分 の, あの家のお金のことなんか、うん、絶対誰にも言ってダメですよ、わかりますよね、うん、で、まあ、その代わり、うん、まあ、その、まあ、細かく家計簿をつけなくてもいいですけど、うん、あのなんか苦しくなってるとかね、うんうん、私こういう部分で節約してるんだけどこれってなんか間違ってませんかねとか、こういう部分で消費してるんですけど、うん、私ってこれって本当にいいんですかとか、うん、そういうのは、うん、あのなんていうかな、遠慮なく、うん、僕に相談してください、はい、なんでかというと、はい、あの僕のところでお金もかなり使ってるんですよ、うん、だから僕に遠慮せずに僕に相談できるようにならないと、うん、本当の失敗は、はい、あの防げないですからね、わ、うん、かりますよね、はい、うん、だからそれはもうあの遠慮せずに、うん、まあ、他の人も僕にお金の相談してますからね、うん、知ってますよね、はい、うん、だから僕は大丈夫ですから、うん、はい、ちゃんと言ったら本当に、うん、あのなんていうかな、福山さんが波動が下がらないようなお金の使い方をちゃんとしてもらえますから、はい、うん、だから僕は今月からも少しもう練習してるんですよね、はい、もうあの、うん、よほどのことがない限り、うん、あの30分って言ってね、はい、今月そうしてるじゃないですか、はいはい、で先月も本当は練習したんだけど、まあ、なかなかちょっとうまくいかなかったんで、うん、でも今月はこの前もできたし、うん、はい、で今日もこれでうまくいきますから、はい、うん、僕も頑張ってるんです、はい、わかりますよね、はい、だから福山さんも頑張って、はい、で以上です、はい、ありがとうございます。